ジョーナ。ララ。話したいことがたくさんあるわ。預言者の墓は？見つかった。でもつけられたの。なんて？誰に？トリニティって連中よ。殺されるところだった。一体どうなってるんだ？ただごとじゃないぞ。墓は空っぽだった。連中は神秘の源を探してる。お父さんが探してたやつか？それだけじゃない。墓の中で見つけたこの紋章、どこかで見たんだけど思い出せなくてイライラしたわ。そしたら気づいたの。これよ、パパの本の中で見たの。ちょっと聞いて。失われた都市キーテジ、シベリアにあったのが12世紀頃忽然と消えたと言われている。伝説によると、モンゴル軍による侵攻の前夜に湖の底へ沈んだそうよ。埋蔵品と何の関係がある？同じ紋章よ。ララ。もし神秘の源がキーテジの遺跡に隠されているなら、私が行って見つけなきゃ。シベリアに？冗談だろ。考えてみて。もしこれで本当に不死の秘密を解明できるなら、全てが変わるのよ。病気も苦しみも人が死ぬこともなくなるわ。バカなことを言うな。ジョナ、一緒にいろんなことを乗り越えてきたでしょ。これも同じよ。これだって本物よ。そんなこと関係ない。友人を失ってきた君までは。パパはキーテジまでたどり着けなかったわ。全てを犠牲にしたのに。君のこともな。そのことで自分を責めるな。彼が選んだ道だ。諦めるわけにはいかないわ。私にはこれしかないの。違う。少し落ち着いて考えてみろ。わかるだろ。ジョナ。ララ、どうするんだよ。連中も動き始めた。神秘の源が本物なら先に見つけないと。行くのか、シベリアに。聞こえてるなら戻って。私のことは探さないで。私一人で行く。どこか休めるところを。
このまま進まなくては。そうよ、私ならできるわ。動いて。古いキャンプ。いい、まずは火を起こさないと。まだ新しいわ。肉はないけど。よし、いけるかも。ちゃんと燃えるといいけど。キャンプに戻ろう。部下が山の遺跡を探し回ってる。埋蔵品があるなら見つかるはずだ。異端の信者ども、奴らの抵抗は続いてるが、それも近いうちに解決するはずだ。よし、トリニティはお前を信じてるぞ。トリニティ、もっと丈夫な弓が必要だわ。こんな痛みに慣れたくはなかった。昔の敵の目を見ているみたい。私を倒したがっている。私が横たわって死ぬのを望んでいる。でも私はそうしない、できない。ここには何かがある。出なければトリニティが雪に埋もれたこんな土地に来るわけがない。ジョナが無事に帰っていますように。一緒にいるわけにはいかない。だって危険だから。同じミスは繰り返さない。彼を失う痛みにはとても耐えられない。私一人で対処しなければ。この遺跡はモンゴルのトリニティ。奴らも来てる。司令、聞こえるか？嫌な感じ。今の何？調査チーム、こちら監視班、応答せよ。調査チーム、応答せよ。先ほどの通信。Yeah!
ララ、どうしてもドアを使いたくないようだな。窓があるんだからいいでしょ。おいでおてんば娘。パパまた次の冒険に出るの？ああ、大冒険にね。私パパのアシスタントになるべきだと思うの。おお、そうかい。もちろんお前ほど頼もしい子はいないよ。だがこの仕事は危険すぎるんだ。ララ、聞いてくれ。お前はいつか世界に名を残すことになる。私もとても誇りに思うだろう。ちょっとごめんな、大事な電話だ。傷に何か巻こう。この葉っぱなら止血できそうね。包帯みたいなものは。廃墟の冷戦時代の基地。ユニットはあそこで何をしてる。とりあえずこれで。ここにもモンゴルの遺跡が。道は中まで続くようね。あのクマをどうにかしないと。とりあえずこれで。あのキノコ、卵天狗岳、あれで毒を作れるわ。これだけあれば何か作れそうね。ああ、休まないと。寒い。すごく疲れた。違う、話を聞け。この発見はあまりに重要なんだ。私の評判がどうなろうと構うものか。脅迫するつもりか。私が今までどれだけ。もしもし、もしもし。パパどうしたの。バカ者ども。パパ怖いわ。あと少しだから、重要なことが解明できそうなんだ。いつかお前にもわかる。そんなのわからなくていい。もうやめてほしいの。私のパパに戻って。険しく過酷な旅。でもきっと道はある。